横手インターチェンジは、秋田県横手市にある、秋田自動車道及び湯沢横手道路のインターチェンジである。横手ジャンクションと一体的に運用されている。なお本校では、近接する高速バス停留所、横手インター入口バスストップについても記述する。計画当初、湯沢横手道路がバイパス道路であったことにより、料金所は湯沢横手道路に設けられているが、IC 番号は秋田自動車道の起点からの連番3が付けられている。そのため、秋田自動車道との流入、流出はジャンクションを経由し、約500メートルほどは湯沢横手道路を走行する必要がある。秋田自動車道を経由する場合、湯沢横手道路を通じて接続する形となる。湯沢横手道路本線上に設けられている。料金所から北へ約 1km の国道13号、中田交差点付近に高速バスのバス停留所が設置されている。営業上のバス停名は横手インター入口。グリーンライナー号は南行き車線側が乗車専用、北行き車線側が降車専用の停留所となっている。湯沢秋田線は、南行き車線側が、降車専用、北行き車線側が、乗車専用の停留所となっている。横手ジャンクションに関するカテゴリー、横手インター入口バスストップに関するカテゴリー。ありがとうございます。